ありがとう。なんかこうどうなんだろう、でもまだなんか暗いよね。うん、でもやっとちょっと茶色ってわかるくらい茶色になってきた。うん、そう、なんかずっと私は真っ黒の真っ黒髪だったから、結構ちょっと明るくしただけでもなんか大人っぽく見えるよね。うん、そうそうそう、大人っぽく見えるようになったかな、垢抜けた。ありがとう、そう言ってくれて嬉しい。香りママのインスタにお礼して、もう香りママ嬉しかった。もう後でじゃあもうこの3日間の話をいっぱいしますね。こんばんこんばん、ハートください。今日のハートはじゃん。染めてるの確実に分かるようになった。本当よかった。うん、垢抜けてみる。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。虫眼鏡で見た。虫眼鏡といえばミュージックビデオ公開されましたね、ついにフルバージョンで。はい、昨日のもう0時ぴったりにポンコツな君が好きなのミュージックビデオが公開されました。ギフトありがとう。皆さん見てくれましたか？いっぱい映ってた、ありがとう。毎日たくさん見てる。ありがとう、私もめっちゃ見た。最高に可愛かったです、ありがとう。虫眼鏡で花火探すの可愛いね。あれ絶対さ見つける気ないっていうのが可愛いよね、また。うん、ハートありがとう。0時になったら速攻見た。私も一緒。うん、そう、昨日はね、ほんと1日中こうなんかラジオに出演させていただいたり、あのシングルのプロモーションのお仕事を1日させていただいて、もういろんなとこに行ってきたんですよ。で、そうお家帰っていや寝ようかなって思ったんだけど、でもやっぱりミュージックビデオをね、こう今回選抜に入れていただけていて、そうミュージックビデオはもうどうにか何としても見ないとって思って、0時ちょうどに見ました私も。うん、嬉しかった。スクショしてくれた、ありがとう。私も嬉しかったです。うん、制服いけました、いけてます。そう、高校生っていう設定なんですけど、高校生になってきました。うん、ね、なんか花火玉を探すっていうストーリーなんですけど、でもその中でなんかみんながメンバーみんなが楽しんでる姿とか、ちょっとね春の儚い感じとかさ、表情とか、すごいあの演技のシーンめちゃめちゃ良かった。もう良すぎて、うん、すごい。ミュージックビデオ私も何回も見ちゃったし、あと音源も解禁されてフルで、はい、でサブスクでね配信されてて、私もあのサブスク早速入れて、もう今日ずっと聞いてたポンコツ。うん、顔芸うまかった。いやわかる、なんかさ私の表情のやばさすっごい映ってましたね、ありがたいことに。うん、そうそうそう、あの文化祭のバンドステージのバンドステージに迷い込んじゃったりしてさ、もう面白かったです。撮影中もすっごい楽しくて、うん、私は今回春とちかなと私のグループであの花火玉探してたんですけど、うん、すごいね、めちゃくちゃもう撮影も楽しすぎて、うん、なんかクスッと笑っちゃうようなとこもありつつ、ね、ダンスシーンは衣装がもうすごい映えてて花火みたいだったでしょ。
わあ、すごいタワー来たよこれ。ありがとう。これすごいよこれ。これスペシャルタワー来ちゃいました。ありがとう。ありがとう、スペシャルタワー。この前不覚にも配信見逃したので、タワーいいよ、もう優しいわね本当に。ありがとう、配信見逃したタワーだって、もう優しすぎる。いいよもうね、いいのに、ありがとうね、見てくれてるだけで嬉しいわよ、うん、スペシャルタワーいただきました、ありがとうございます、うん、はい。いやー、そしてこの3日間、昨日までの3日間、ま、生誕祭で、すっごい嬉しいコメント来たんですけど、読んでいいですか。初見です、エンタメミックス新潟で NGT のライブを初めて見させてもらいました。デューティストファンです。めっちゃ嬉しい、デューティストさんのファンの方がいらっしゃいましたよ。もうこれはすごい。ありがとうございます。そうなんですよ、エンタメミックスさんでアイドルの祭典でのステージでデューティストさんとご一緒させていただきまして、はい、エンタメミックスご覧くださった、お越しくださった皆さんありがとうございました。あのね、ちょっと水色紫のサイリウムが多くて多くてすっごく嬉しかったです。はい、そしてオープニングトークで、あのデューティストさんと、はい、トークもさせていただいたり、いや嬉しすぎました。あ、フォローありがとうございます。はい、よかったらちょっとね、また配信来てくださいね。めっちゃ嬉しいことだねこれは、本当に、うん、そう、私のナナミン推しの皆さんもめちゃめちゃ喜んでる。本当に嬉しい、うん、そうなんですよ。で、あのオープニングトークの後はリューティストさんのライブパフォーマンスだったんですけど、ちょうどステージの横でずっと見てて、そう、ずっと見させていただいていて、もうね、みんなも見たでしょ、すっごい感動しました私。なんか、なんだろう、もうパワフルなダンスとパワフルな歌声がもうときメッセ中にグワーって響いてて、デューティストさんのパフォーマンスめちゃくちゃ感動しました。目の前で見たかった、うん、そうそうそう、だからエンタメミックスは NGT のファンの方にもデューティストさんのファンの方にも見ていただけたのがすごく嬉しかったです。もう出演させていただけて本当に嬉しかった、うん、そしてね、なんとお話しさせていただきまして、リューティストのメンバーさんと、はい、写真も撮っていただいたりとか、楽屋でそう写真を撮らせていただいたんですけど、でその時にめちゃくちゃお話しさせていただいて本当に嬉しかった。もうアイドルファンの私からしたらもう最高の幸せの時間でした、うん、そうなんですよ。いや、だからこうして地元新潟のイベントでこう新潟で活動しているアイドルさんとご一緒させていただけたのがすごく嬉しかったし、新潟ってもうこんなに素敵なタレントさんやアーティストさんがたくさんいるんだっていうのを実感できたイベントがエンタメミックスさんでした、はい、うん、そうなんですよ。あのミクさんが、リューティストさんのメンバーのミクさんがツイッターに載せてくださって、めっちゃ嬉しくて、もう私幸せ。あのメンバーさん一人ずつ、お一人ずつと写真撮っていただいたんですけど、
もう大切に大切に、はい、保存させていただいております。そうなんです、 MC があのネギっ子さんということで、もアイドル大集結新潟のということで、私たち NGT48 ももっともっと地元を盛り上げる、ね、活動をこれからもたくさんしていきたいなって思いました。嬉しかった。いや嬉しすぎるでしょこんなの、もうね最高のイベントでした。皆さんにも見ていただけて、パフォーマンスもね曲たくさん披露させていただいたんですけど、あれですよ、もう目玉があれだったんじゃないですか、言い訳メイビーは皆さん爆湧きだったんじゃないでしょうかそうなんです。あ、だるまありがとう。言い訳メイビーを披露したのは本当もう3年ぶりくらいだったので、うん、私も今回このエンタメミックスで言い訳メイビーがセットリストに入っててめっちゃ嬉しくて、うん、でもやっぱり言い訳メイビーはそうコールをね、コールがすっごく楽しい曲なんですよね、うん、だから俺も聴きたかったです。はい、皆さんのもう渾身の俺も、そうそうそう、わっありがとうくまちゃん。だからまたねいつかもうコールも解禁ってなったら、もう言い訳メイビーで声枯れるほどね叫んでいただきたいです。心の中であ言ってくれありがとう。私も心の中でね感じてた、みんなが俺もって言ってくれてるの、うん、そうなんですよ。でマックストキーとかマックスとか NGT48 とか披露させていただけて、ドローンもはい2期生今回2期生5人で出演させていただいたんですけど、ドローンも披露 しましたし、あとはシャーベットピンク、やっぱりいい歌ですよね。シャーベットピンクも大好きな曲です。そうシャーベットピンクで NST 祭りさんの時もだったんですけど、今回もシャーベットピンクでセンターをはい務めさせていただきまして、うん、そうそう、いやー何よりね、あの水色紫の私の推し祭がたくさん本当にたくさんあったのが嬉しくて、うん、もうなんかすごく嬉しかったです。こうして、まあ、生誕祭に続いて連日のイベントだったんで、もう皆さんもね大変だったとは思うんですけど、でもそれでもねときメッセにも足を運んでくださったことがとっても嬉しかったです。初めて生でライブを見たのが知ってる曲ばかりで嬉しかったです。あ、よかった、ありがとうございます。よかったです、本当に嬉しい、うん、そうこうやってあの NGT48 のライブを見たことないよっていう方にも今回見ていただけたことが嬉しくて、とっても素敵な機会をいただきました。みんなラーメン食べた？あ、クマありがとう、うん、そうなんですよね、今回、まあ、私の生誕祭のためにこう遠くから来てくださった方も本当たくさんいらっしゃって、新潟楽しんでいただけましたか、うん、本当に嬉しかったです、もう幸せすぎた、うん、お、ごめん押しましたかよかった、うん、ななみ生写真ソールアウトになっちゃった。え、何の生写真だろう、ありがとう、嬉しい。こうやってグッズもね、あのあれですよ、シングルの特典のミニポスターだったりもあるので、
皆さんね、グッズとかも手に入れてくださって本当にありがとうございます。そう、嬉しかった、本当に嬉しかった。いや生誕祭さ、もうねやばかったよ。生誕祭やばかったんだ。何がやばかったって、ずっとこうやってここまでね一緒にそう頑張ってくださって応援してきてくださっているファンの方の顔がいっぱい見れたのがすごい嬉しかった。もう一人残らずガン見しました、私は。そうそう、でもねもっとレスしたかったな、もう、うん、やっぱり生誕祭は本当に嬉しかった、うん、サイリウム綺麗だった。そうサイリウムのお話もしたいんだ。そうなの、めちゃくちゃ綺麗だった。ユニットあれどうやって合わせたの、みんなユニットのモニカの時の赤、もう何よあれ、びっくりしちゃったんだから、もう嬉しかったよ。どうやって合わせたの生誕祭ってやっぱり特別だと思って、わかる、やっぱり幸せだった、こんなに幸せなんだって生誕祭。生誕祭の余韻半端ないし本当に楽しかった、最高の思い出。いやこちらこそだよ、みんなのおかげで本当に幸せでした。泣きまくった、ななみんにもらい泣きしまくった。そうだよ、もう私めっちゃ泣いちゃったよ、嬉しすぎて。本当は山ここのあの1曲目の時にもう涙出そうだったけど、グッて抑えました。うん、でも嬉しかった、ありがとう、レッスンたくさんありがとう。いやこちらこそだよ、たくさんレッスンもって最高の一日、泣いててごめんなさい。いやもうこちらこそごめんね、泣いちゃって、もうめっちゃ泣いちゃってもう嬉しくてさ、生誕祭で楽しそうにしているななみを見て幸せだった、ありがとう。いただきました、かなり周りを見てましたよね。え、やっぱりやっぱりですか。そうなんですよ、もう私生誕祭の日もうとにかくもう皆さんのお顔を見たくて、うん、めちゃくちゃ見ちゃいました。もうサイリウムとか全部嬉しくて、うん、はい、正直生誕祭泣いちゃった人もうみんながさ、そうみんながね、あの私気づいてたよ、もうスピーチの時とかさ言わねえしはい、みんな正直偉いですね。そうあのね、生誕パート始まってお手紙とスピーチの時にあのファンの方のお顔を見ながらお話ししてたんですけど、もうね泣いてるのよファンの方が、ななみん推しの、ななみん推しがもう泣いてるの見てもうダメでした、私も泣いちゃった。なんかこう私のね、ために泣いてくださったことが私はすごく嬉しくて、うん、誰かのために泣けるってなんかほんと素敵なことじゃないですか。そうだからすごく嬉しかったです、うん、なんか本当に嬉しかった、幸せだった。サプライズで土地音楽が出てくるとばかりえ違うさねえ、あの私びっくりしました、皆さん見ましたか、土地音楽セブンが担々麺ポーズをしてくださってて、私それ見てもう爆笑してしまってね、ヒーローに担々麺ポーズをさせていいものなのかと。いやもう本当にトチオンガーセブン優しいですね、うん、トチオンガーセブンとトチオンガーと
エチゴンが担々麺ポーズしてくださってたんですよ。本当に嬉しかったんですけど、めっちゃ笑っちゃいました。うん、しかもなんか私がやるより何倍も上手だった、トチオンガの担々麺ポーズ、うん、あれが正解ですね。なんかもう手の角度とか顔の向きとかが面白すぎて、うん、いやもうあれは嬉しかったです。生誕祭でもメンバーがめっちゃ担々麺ポーズしてくれてて、あんなダサいポーズなのにみんな本当に優しいなって、うん、そうそうそう、なんかここまでこうメンバーやこういろんな方にあのダサダサポーズが浸透してると思わなくて、そうすごい嬉しかったんですけど恥ずかしくなっちゃいましたね。あんなねダサいポーズないですよね本当に、うん、でも嬉しかったです。みんなしたもんね嬉しかった、うん、そうそうそう、ナナミンといえばだから、いやそうなのかなね。でもた私が担々麺って言うだけでみんな笑ってくれるもんね。それは嬉しいよ。あれってどうやって思いついたの？あれさ、いやわかんないんだよね、あれが生まれた時、担々麺ギャグが生まれた時のことを私は覚えていなくて、もうなんか大体私がギャグする時っていきなり振られるんですよ。そうで何本当にいきなり振られるから自分が何をしているのか全く分からなくて、うん、だからこそすごく恥ずかしい。田辺先生いらっしゃいませ田辺先生のね、私田辺先生もう載せていいかな、私田辺先生のねすっごい写真持ってるんですよ。いや持ってるというか激写した私が以前、これちょっと前にも話したよね、あの田辺先生にお仕事でお会いさせていただく機会があって、でね田辺先生、まあ、みんなも結構衝撃を受ける、衝撃のあの写真が撮れたんです、田辺先生の載せていいと思います。いいよね、いいよね大丈夫だよねきっと、はい、いや衝撃ですよ。田辺先生ってそうラーメン部のことをずっとね好きって言ってくださってるじゃないですか。だから NGT48 の中での推しメンはもうラーメン部じゃなきゃダメなんですよ。そうラーメン部のはずなんです。でも私は見てしまったんです、田辺先生の衝撃の写真を。このあのショールームが終わったら載せたいと思います、ツイッターにめっちゃ面白いですよ、うん、だからちょっと配信終わったらすぐ載せるので楽しみにしててください、うん、うん、そうそう、田辺先生の浮気現場をね発見してしまったんです私は
この時間がつらい。田辺先生、私載せるので、あの写真許可されなくても、はい、無許可で載せますスクープ、もう私スクープネタがあります、一つそう、今ちょっとこの携帯に入ってるからさ、今見せられないのがあれなんですけど、はい、載せてしまいます私は、うん、明日先生のところにマスコミがたくさん来ますよ、来ますよそう、どういうことなんですかって、うん、パパラッチしちゃいました私そう、でもすごく面白いです最近逃げ場がマジでなくなってきた確かにそうですよね確かに逃げ場がなくなってきた。これはもうね、逮捕案件でしたよ、うん、楽しみにしててください。はい、まあ、ちょっとお話変わるんですけど、昨日は朝からね、先ほど言った通りなんですけど、いろんなお仕事を、はい、させていただいて、朝はBSN ラジオさんの方に、はい、出演させていただきました。いや初めて、そうそう、出て、近藤さんとも初めてお会いさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。もうあっという間の時間過ぎてね、ポンコツな君が好きだもん、はい、聞いていただけましたし、あとはなんといっても香りママにお会いさせていただきました。私はそうね、ガチガチカウントダウン以来だったので、お会いさせていただいたのが、だから、はい、NGT48 の保護者代表の香りママにお会いできたことがすごく嬉しかったです。そう、ご機嫌アワーということで嬉しかった、嬉しかったです。そう、2年ぶり以上だね、うん、ラジオの収録もさせていただきましたので、はい、オンエアはもう結構もう来年かな、来年になってしまうんですけど、またお知らせしますので、ぜひ聞いてください。そうなんです、香りママ、うん、嬉しかった。ラジオナナミのナイスツッコミがされてて、え、本当に？よかった。やっぱラジオはそう、声だけだからこそ、こうメンバーだったり、メンバー同士のこう仲の良さだったり雰囲気とかを、うん、こうお届けできたのかなって思います。今回日向さんと春と3人で出演させていただいたんですけど、とっても、はい、楽しくお話しさせていただきました。めっちゃ楽しかったです。そうで、昨日は取材も取材していただいたり、あとはデッキーさんに行ってきまして、デッキーさんの館内のもういろんなところにポンコツな君が好きなのポスターを貼らせていただきました。広報担当デッキーさんへ行ってまいりました。はい、で私はデッキーさんの CM で北前さんを担当させていただいてるんですけど、北前さんにポスター貼ってきました。なのでぜひデッキーさんにお越しくださった際はポスターね、探してみてください。
モール内ポスターだらけだった。本当に？よかった、ありがとう、本当にありがたいです。デッキは私もう本当ちっちゃい頃からお世話になっていて、なんかやっぱデッキってなんかねすごく特別だったんですよ。小さい頃トイザラスに行っておもちゃを買ってもらったり、そうなんかねデッキがねすごく宝石箱みたいな、なんかそうテーマパークみたいに見えたんですよね、ちっちゃい頃って、うん、そうだからこう大人になって今は NGT48 としてデッキにデッキの CM にね出てる、うん、そうそうそう、もうとなんかすごく嬉しいです、感慨深いというか、うん、新潟駅から新潟駅から徒歩では行けないかもしれないですね。ちょっとデッキはバスかな、行くならバスとか車がいいかもしれないです。駅からだと徒歩だとちょっと遠いかもしれないです。はい、そうなんですよね、テレビでもそう CM をテレビでデッキの CM をすごくたくさん流していただけてて、お友達からもね連絡が来たんですよ。もうなんとびっくり、デッキの CM 出てたって、そう嬉しかった、見てくれてるんだと、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。そうで、あのデッキさん昨日行った時に北前さんのスイーツを、ね、食べたりとか、美味しかった、そうなんです、ありがたいなって。こうやって新潟のね地元のいろんな場所でお仕事をさせていただいてることがもうすごく幸せだなって思いまして、うん、ギフトありがとう、雪だるまかわいい、ありがとうございます。芋煮、私が持ってた芋煮めっちゃ美味しかった、あったかくてもう体温まりました。でも他にも気になったスイーツいっぱいあって、他になんかねお芋のアイスとかモンブランとか、あと焼きリンゴのアイスとかすごいね気になったのがありまして、うん、あそう、私スイーツじゃないんですけどスイーツ部のお二人はねスイーツ持ってましたよね、うん、そう芋煮、お芋が美味しすぎて、もうねただのお芋じゃないの、柔らかいししっとりだし甘いしめちゃくちゃ美味しかった。あ、フルーツサンドも美味しそうだった、そう全部食べたかったです。なのでデッキに行った際はぜひ北前さん行ってみてくださいね、うん、すごいあっという間にもうこんな時間が経った、うん、そうなんです。だから、まあ、昨日取材させていただいたのとかは、ね、後日情報解禁できますのでそちらも楽しみにしててください。もうとにかくこの3日間は本当にもう一日中充実していて幸せでした。やっぱり生誕祭が本当に楽しかったです。はい、今日ねたくさん休みました、うん、いっぱい寝ました、めちゃくちゃ寝れたそうここ3日間は本当になんか結構ね結構自分で頑張ったなって思える3日間だったので今日はゆっくりできました。はい、今週はいよいよ米フェスですね、テレビ CM でも流れてましたね、今日見たんですけど、米フェスの米百票フェスに出演させていただきます。米フェスの翌日は山鉾公演です。はい、公演もねまたこの
週末の2日間はファンの方に会えると思うともう嬉しいです。もう最近はねめちゃめちゃファンの方にお会いする機会が多くて幸せです。はい、いよいよ20日からはタチオンガーセブンの放送も始まりますし、またね今週も来週も皆さんお忙しいだと思うんですけどよろしくお願いします。頑張ります。そう19日は山ここと倉々の皆様の倉々公演ということで、もう倉々ファン私倉々ファンの私もめちゃくちゃ嬉しいので、はい、楽しみます。そうなんですよ、20日20日はですねちょっとまたねあのとちおんがセブンの放送もなんですけど他にも素敵なお知らせができそうなので20日もお楽しみに。また18、19、20と、はい、楽しみにしていてください。ということでじゃあ今日はこの辺で配信を終わりにしたいと思います。すごいあっという間でしたね。ありがとうございました。また配信するので見てください。ありがとうございました。おやすみなさい。終わります。ツイッター見てねツイッター見てね。